機能やっていいっていう OK 出たので、ちょっとね今日もワクワクとやっていきたいと思います。じゃあね、今目の前にいる人、1番はるき、2番みらい、3番セシル、覚えた？今回1番はるき、2番みらい、3番セシル、誰でしょう？投票スタート。すごい、なんかこれ楽しい。誰だと思う？マジでセシルとか言ってる人いる。あ、未来って言ってる人いる。画質いい。あ、関係なかった。セッシーじゃない気がするとか言って、セッシー、セシル、あ、セッシー多い。じゃあもう締め切ようかな。投票終了。出ました結果。2番が多いです。これは答え、答えはこの方です。わかった、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 待って、これはどっちのコメントかな、さっきのコメントかな、今のコメントかな、わかんないんだけど、機械ハルク、もう一回だって、誰誰、あ、これ分かったんじゃない、未来ちゃん、未来くんだ、もう一回ハルちゃん。じゃあ正解、正解はこの方です。未来でした。あそうなの、始まる前にスッて座って、ちょっとなんか面接みたいな気持ちになっちゃって緊張したよ、はい。ちょっと慣れてきたよ。すごい、え、みんなすごくない？ 2 番当てちゃったよ、なんでわかったの、なんで、あ、未来が良かった、違う、未来、やっぱり未来くんだ、すごいね、すごい、みんなさすがです。わかってますよ、はい。あ、あれか、機能説明してないね。じゃあみんなに分かってもらいたいからするね、はい。じゃあそれではここでショールームの機能説明を簡単にします。無料の会員登録をすると、可愛いアバターからアイテムを投げたり、コメントで番組に参加することができます。ちなみに、あ、さっき画質いいって言ってたけど、なんかもっと良くなるかも。画質がいまいちだよという方は、あのハートマークのね、右側、ハートマークの右側にある点々点のマークをタップしてもらって、そこ
からオリジナル画質を選ぶと画像画質がなんか少し良くなるかもしれませんって言ってるんですよ。はい、私もショルビさんもみたいだよ。やってみて今で画面下のツイッターマークを押すとこの番組の拡散もできるんですよ。やってみて。お願い事ばっかだけど、なんかでアイテムの星ももらえるのでぜひねツイートをお願いします。皆さん、この番組をたくさん拡散してくださいね。あ、すごいブラックっぽいこと言った。はい、そして、この番組に続いて、20時半からはザ・フーパーズの歌唱空間が始まります。そちらの番組最後にランキング1位から3位までの方には、ね、プレゼントされるチェキには翼師匠も映り込みますので、皆さん最後までよろしくお願いします。お今聞こえたんじゃない。どんどんなんか増えてくよ、ファミリーが。未来にも面接されてるはず。この前の放送もなんか人がいっぱいいて緊張しちゃったのよ。私緊張しちゃったのよ。ね、ということでちょっと時間も使っちゃったし本題いきますか。はい、でね、今回はいつもトークテーマを決めてね、この番組やらせていただいているんですけども、なんか笑われたんですけども、はい、今回あれですよ、桑田市長びっくり仰天ということでそのテーマ選ばせていただいたんですけど、なんか歌う。まあいいか。はい、でそんですごいね、前回のなんか募集した内容がめっちゃ面白かったの。みんななんかびっくり仰天っていうか、びっくりした話いっぱい聞かせてもらって、日常にそんなことが起きてるんだなと思って、なんか僕行きたいなと思ってもう一回、ね、募集したんですけども、今日もどんなのがあるのかなと思って、じゃあもう早速行っちゃいたいと思います。何しようかな。すごいよね、みんないろいろできるんですよね。あ、じゃあこちらにしましょう。はい、じゃあしんごさん、仕事終わりに高速道路を走行中睡魔に襲われて何回か耐えたんだけど、ついに負けて寝てしまい、フラフラ走った挙句、左側に激突しドーンって音で目が覚めてやっちまったと、ちょっと待って、なんか日本語おかしいけど、やっちまったと思い、車から降りて車の傷を確認したところ、なんと無傷。こりゃ仰天やって書いてあります。ごめんね、ちょっと最初噛んじゃって、え、それ大丈夫だったの？なんかびっくりって結構振り幅があるけどさ、これ良かったね、こうやって言えるやつで。なんかねえ、良かったよ、伝えてくれてありがとう、生きてくれてありがとう。ねえ、こういうのもあるんだね。ちょっとなんか何とも言えなくなっちゃったんだけど、気をつけてくださいね。走行中は居眠り厳禁です。はい、はい、じゃあ進めていきたいと思います。でれん、はい、このあ、ちかさん、この間今日趣味で知り合ったお友達と数年ぶりに会ったのですが、ツーショット写真をインスタのストーリーに投稿したところ、学校の友達から自分の彼氏のいとこだと報告をされ、それだけでも驚いたのに、その彼氏さんのお姉さんまで私のお友達でした。世間って狭いですね。すごいね、びっくり仰天だわこれ。え、何これ、どう、その人たちがさ
さ全員集まったらどういう話になるんだろうね。だって学校の友達から自分の彼氏に、ね、ちょっと会ってさご飯してみてよ。みんなで、ね、どんな、なんだろう、なかなかないよねこれ、すごい、なんかびっくり、世間ってほんと狭いからね、わかんないね、こんなこともあるんだねとしか言えないんだけど、ちょっとびっくり仰天。はい、ごめん、なんかいいコメントができないんですけど、ちょっとまあこんな機会だし、すごいあまりないあれだから、大事な場というか、あのあれですね、集まっていい思い出たくさん作ってください。はい、幸せに。シカさんなのかな、全然関係ないかも、ごめんなさい。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、まーちゃんさん、高校の友達3人と、夕方から飲みに行って、今日は行けるという気持ちで、友達の飲み残しも、これなんていうの、あ、残飯処理班してたら軽くジョッキ10杯は飲んでたこと、朝携帯見たら保護シートにひび入ってるし、記憶にない写真動画あるし、お酒の力怖かった。怖っ、ダメだねこれ。なんかお酒飲んで、あのさ、記憶がねなくなったことがあんまりてかないんだけど、ないんだよ。あ、大阪でさ、うん、めっちゃ飲んだけど、あ、めっちゃ、あ、覚えてる、覚えてるよ。え、覚えてる、覚えてるよ。え、もうさ、全然知らない写真がいっぱい入ってた。あの、ビアガーデン行った時だよね。初めてあの時にビール飲んだんだよ。未来がなんか飲めるようになったって言って、すごい勧めてくれて飲んだんだけど、もうね、飲んだくれた時2杯も飲んでないね。え、もっと飲んだ、違う、飲んでくれたんだよ、飲めないって言って。いっぱい、そうだと思う。駅、御堂筋線を一緒にめっちゃ探してた。御堂筋線って言ってたんですけど、はい、いや怖いね。お酒やっぱ限度が大事ですね。うん、で、あれですよ。そう、あの、で、大阪だよね。だから全然大阪もそんなに、あの、行ったことない時だったから、全然本当にどこがどこだか分かんなくて、もうタクシーの運転手さんになんか乗りそうで乗らなかったりとか、なんか飴だけもらったりとかして、本当に知らない土地で何やってんだって感じだったんです。乗ったら。そう、でお酒入ってて、そういう知らないとこに行くのは危険なんで、あの、ね、ちゃんと慣れたところでやってくださいね、そういうのは。はい、これはね、お友達もそうだけど、この翼と未来も完成ですね。はい、完成しました。はい、難しいね、これ。あ、これにしよう。はい、モカさん、今日起きたら寝てる間にまぶたを蚊に刺されてて、ちゃんと開かなくて一重だし、殴られた後みたいになってたことです。あー、これはショックだね。なんだろう、なんで蚊ってさ、なんかそういうとこ刺すんだろうね。なんかさ、あと指先とか刺さると超かゆいの。まぶたとね、あとなんかこの辺とか、やじゃん、この辺とかね、美味しい。足の裏めっちゃ痒いじゃん。めっちゃ痒い。でも目はやだね。せっかくこうね、目とかなんか大きい子でもさ、こう刺されちゃったら結構顔の印象変わっちゃうんじゃない？なんか結構なんかフーパーでもさ、みんな、なんかなんだろう、遊び心じゃないな、ふざけてなんか目一重にしたりとかして遊んでるんだけど、本当に顔変わんの、みんな。なんかすごいんだよ、誰って感じ。そう、すごいよ。まあ、なんかね、一重になっちゃったりするのも嫌だけど、まあ蚊取り線香を焚いてみますか。はい、行きましょう。まーちゃん、ありがとう。ね、まだ蚊いるんだね。あ、じゃあこれにしよう。はい、ナナさん、翼師匠こんばんは。はい、こんばんは。私がね、最近びっくりしたことは、部活の先輩にメンチカツというあだ名をつけられたことです。いきなり言われてびっくりした反面、気に入ったのか今
でも言われて少し困ってます。何これ、メンチカツどっから来てんの、食べたの、メンチカツ違うか、なんだろう、メンチカツってなんか強そうなイメージあるけどね強そうじゃない、なんかさっき心強い、違う、力強い、なんかそんなような会話したねなんか心強いがいいみたいな、力強いじゃなくて心強いがいいみたいな会話さっきハルキとしてた気がする。関係ないね、ごめんねなんか強そうだったんじゃないですか、あれじゃない、ちょっとグーなんかパンチとかしてしちゃったんじゃない、違うかな、わかんない、メンチカツでも複雑だよね、これはメンチちゃんとか言われちゃうんじゃない、知らないうちに今度多分ね、ナナちゃん、ナナちゃんっていうのわかんないけど、早いうちにこれは嫌だよって伝えたいいよじゃないとね、いろいろ、まあ、別に嫌ではなかったんですけど、気づいたらあの自分もマッシュと呼ばれるようになったじゃないですか。いまだにあのずっとあのずっとね仕事で関わせていただいてる人がいるんですけど、一人だけずっとマッシュって呼んでくれる人がいて、すごい方なんですけど、なんかね、あ懐かしいって思いながらも、なんかすごい嬉しいというか、言ったりかわかんないんですけども、はい、なんかやっぱでもいっぱい言われるとすごい愛着湧くからいいかもしれないよ、メンチカツでもはいね、ななちゃん頑張ってください。いろいろあるね、どうしようかな、これ読んでないか、これにしよう。ひかりちゃん、翼師匠こんばんは、はいこんばんは、はい、いいねこれ、今日学校で避難訓練がありました。6時間目でとっても眠くて、寝ていたら急に教室のスピーカーからサイレンが鳴り響いて本当にびっくりしました。下を向いて寝ていたので驚きのあまり思いっきりおでこをぶつけてしまいました。痛いです。あ、どうやって寝てた、え、おでこぶつけるってことはこうやって寝て、あ、そういうことか、わかった分かった、あれだよね、これが普通だと思ってたから起きようと思ったら机だったのか、え、分かってことだよね、きっと分かんないけど痛そう人ってびっくりするとこ起き上がるじゃん、分かんないけど寝ててよく壁に顔ぶつけるから分かるんだけど寝ててあ、でも納得したっていう人もいるわ、うん、え、わかんないですか、まあいっか、そうね、これは6時間目はね、眠いよね。6時間目って何時ぐらいだっけ、学校におるのかな、5時間目が2時半ぐらいでさ、6時間目は3時過ぎぐらい、制服着れなくなっちゃうからね、はい、24歳が言いますけど制服着れるの大事だよね、ね、そう、制服着たいと思うことね、いっぱいあるんですよ、結構日常で、はい、毎日思うって言ってらっしゃいますよそう、結構いろんな衣装とか着てるけど、なんかやっぱ制服はね、着たいよね、うん、それ着てなんか仕事行きたいもん大事にして制服でいられる日々を、はい、どうしようかな、あ、これにしよう、はい、リンさん、翼師匠こんばんは、はい、こんばんは、はい私のびっくりしたことはクリーニング屋さんでバイトしているのですが、バイト先に担任の先生が来たことです。
さらに、店長さんがいつもは女の人が取りに来てるからその人彼女さんなんじゃないかなと言っていて、彼女いたんだと同時にびっくりしました。あーなんかこれわかるわ。なんか先生に、担任の先生になんかさ、先生って職業ってなんか結構大変じゃないですか。そのなんかアイドルではないですけど、なんか結構なんかちゃんとしてなきゃいけないってわけじゃないけど、なんかなんて言ったらいいかわかんないけど、なんかこんな風に思っちゃうじゃないですか。みんな多分昔の学生時代とか思い出して、なかなか先生のプライベートって知らない子が多いと思うから、なんか先生がデートとかしてるのあんまりね想像できないよね。まあでもこれはね、先生も一人の人間だからあんまり突っ込まないでそっとしてあげといてください。はいね、すごい。小学校の先生と先生がデートしてるところ見てしまった。あ、結構いるんだね。助けたいよ。どうしたらいい？なんかどうしたらいい？これエレベーターに閉じ込められたことなんてないんだけどさ、閉じ込められたらこれって何が起きるの？電気はついたままですか？え、電波はあるってことだよね。これきっと送ってきてくれとか。そう。え、なんか外が見えないところで止まったらすごい怖い。ごめん、なんか怖かったら今見てるのかな、わかんないけど、なんか助けてあげたいけど、 どうしたらいいかわかんない。未来警察に警察に電話するしたかな。ツイートしてないで電話した方がいい。だって警察に電話して助けてって言えば助けてくれるみたい。あれさ、エレベーターにさ非常ボタンとかついてるけど、あれ押すんだよね。小さい頃とか押してみたいけど、みたいなさ、なるじゃんね。それ今やるべきですよ。ボタン怖いよな、めっちゃ鳴るじゃん、なんか間
違って肘とかで押しちゃってさ、なんか今なんかよくわかんない人がいっぱい来るやつね。はい、太郎さん、ちょっとわかんないけど今どうなってるかは早くねツイートしてないで電話してください。はい。違和かよって思いました。ミュージックスタート。イエスコータ、違和かよってそれは確かに思うよ。でもさ、まあ本当に良かったよな。さっきもちょっと似たようなことあったけど、これは今ここで言えるっていうのがすごい良かった現実だと思う。まあ人に話せる話で良かったよ。これからもその友達大切にしてやれよ。はい。なんか冒頭にちょっとかっこいい声入ってましたけど。ね、こういう話ってさ、結構でもびっくり仰天話聞いてて思うけど、結構際どいよね。なんか一歩間違えたらさ、ここでは言えないっていうのが多いね。結構でもよかった、友達頭は強いね。なって思ったら、リュックのチャックが全開で商店街を歩いていたこと、家に着くまで気づきませんでした。ミュージックスタート。イエー、それよく自分もやってるんだ。だからめちゃくちゃわかる。自分なんてこの前本当に全開にして財布が転げ落ちるの見たよ。まあ気づいたからよかったんだけど、あれなんですよ、チェキ一緒に撮るんですよ。はい、そ
じゃん。本当だ。このメンバー。あれだ。あの永遠のプリズナー。そうだ、プリズナーメンバーだ。プリズナーメンバー。すげえ。レア、レアじゃないですか、この時期。レア、レア。なんかショールームの未来と視察にあった気がするな。木曜日になってから初めて。あ、だって初。いらっしゃい。いつの間に木曜日になったの。チェキがピンクね。撮るカメラが。おすごい。プリズナー、未来ちゃん、未来ちゃん。来てる。まあ、はい。やったー。エンディング。三枚。三枚か。三枚。まあ、はい。いや、いいね。いいね、いいね、いいね。ね、あ、じゃあ、ここからはね。おしゃれな3人組に行っとこうよ。いやでもちょっとこんにちは。ほら、こんにちは。そう、創作に持ってくるって言ったの忘れた。パーカー今パーカー、パーカー、そうだ、これの赤があっちにあるよ。そうなん、2色展開なんですかね。一緒に出る、ついに今日未来のがいいって言ってた。何聞こえてる。未来の着たかったんだけど、聞こえてるな。ちょっとね、本人たちが登場する前にはっていう。あ、写真ですか。ここにいるみんなみたいに可愛いアバターからアイテムを投げたり、名前付きのコメントでめっちゃ投げてる、めっちゃ投げてる、投げてくれる、めっちゃだるま投がってる、投がってる、アイテムを投げたりコメントをするほどアバターが上の方に来ることができます、はい。番組の最後でランキングを締め切った時に1位、2位、3位だった方にこの、はい、
撮った4人かな、あれ4人4人でね、さっき、さっき4人で撮ったチェキにサインを入れてプレゼントします。画面右、左上のバナーからはザ・フーパーズの公式ホームページをチェックできます。画面右上のハートマークを押すとこの番組をお気に入り登録することができます。ちなみにスマホから見ていてガッツがいまいちだよという方はハートマークの右側にある点点点のマークをタップしてガシス選択からカシス選択からオリジナルカシスを選ぶとカシスがおいしそう。オリジナルカシスが選ぶかもしれない。良くなるかもしれないし、これねめっちゃ良くなるの。良くならないかもしれない。いや、まあまあまあね、うん。良くなる可能性があります。可能性があります。そして画面下のツイッターマークを押すとこの番組の宣伝と拡散ができてアイテムの欲しいももらえるのでぜひツイートをお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。ってことで皆さんめちゃめちゃ投げてくれてますよ。ありがとうございます。疲れないね。もしあえなんかタワー来た気がするんだけど気のせい？気の来た来た誰さんだ誰姫さんから来たら、おミートさんありがとうだわ。ありがとう嬉しいよ。ありがとう。せしも見よ自分ので、そうだよな。え？そう。そんなことできる。え？うん？ちょっとちょっと。ちょっと待ってね。お、SSHWE123 さん。ありがとう。ありがとうございます。から頭いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、これ出てみるな。独特な名前。独特癖が強い。癖が。名前の癖が強い。ね、漫画可愛いでしょ。そうでしょ。はい、そうでしょうよ。ということで、あ、見れた見れた見れた、あ、見れた、はい、はい、ということでこの3人で明日10月26日金曜日に、はい、ブラックハニー原宿本店で今着ているコラボパーカーの発売イベントを開催します。イエーイ。いやー可愛いでしょこれ、ね、見てよほらでね、これ立ったなきゃやば、服だけの少年がやばい。いいね、これで話す今日一日。いいね、かわいいって。ありがとう。じゃあこれそれぞれ自分のね、せっかくなのでパーカーの紹介などデザインの解説をじゃあ奈々さんから。そんなのあるんだ。はい、お願いします。なんだっけ、あのこれ見てもらったらまあわかると思うんですが、なんだっけこれ、死神が釜を持ってるっていうのにしました、うん、ドラッグハニーなんて結構なんかなんだろう、ダークな感じのね、うん、そうダーク、いい意味でダークな、かっこいい感じの、そういうのが多いなと思ったので、うんうん、なんか怖いやつにしてみました。皆さんよければ買ってください。なあなあ、そう、終わり終わり。お、未来さんは。私はね、あの首吊り、首吊りテディベアがから綿が出てて、うん、これマーブルチョコじゃないよ、うん、これあのドラッグです。ドラッグハニーだから。あ、え、そういうこと？そういうこと。薬が中から綿と一緒に飛び出してきてて、色が可愛い。でね、ここマジいい。めっちゃいいが見える。今までフーパーズが出してきたシングル曲の名前、超いい。歴史が刻まれてる。すごい。キャイコーって可愛いんだよ。めっちゃ可愛い。ドラッグハニーさんっぽいでしょ。うん、包帯も巻いてるし。そう、包帯も巻いてる。闇闇闇闇闇闇系、闇闇系です。可愛いです。はい、セシセシルはこれです。ダダン、可愛い可愛い人間と機械です。機械にこれどうやって説明したらいいんだろう。いや、将来的に絶対に機械有利になる時代が来ると思うんですよね。なんか本当だから、これからの世界について私は書きたいなと思って書きました。だから機械に支配されず生きていきましょうというメッセージです。なんでそう同じ顔で見てんの、綺麗だな、2人とも。まあそんな感じでね、今
回ねパーカーの形にもこだわったんですよ私たち。そうね、これ何これ開けるとエッチだよ。いや本当にね、本当エッチだよ。なんて言うんですかこれ。何ここまで出ちゃう、やばいよ肩出てる。あ、鎖骨好きはたまらないんじゃないですか。鎖骨好きにはたまらない。水がたまるんだよここ、私の鎖骨。すげえ。え、じゃあマッチ何本入るか今度やる。やろうやろう入れていいよ。もうすごくない？すごい、やばいでしょ。結構フリーサイズでこれ多分男性の方が来てもブカブカ全然大丈夫、うん、ね、に切れると思うんで。あと一人入るこんな感じ。いや絶対入るから、一人入るね、ダボダボに行きたいなと。ぜひ、ね、女子も男子も買っていただけたらなと思うんですけども。いいですか、大丈夫ですか。何ですか。何もないです。はい、明日コラボパーカーを1枚お買い上げしていただくと、特典としてスマイチメンバーより商品を直接お渡しします。その2、3人のうち1人の直筆さん、直筆サインリップス。直筆、うわっ、やばい、やばい、直筆、直筆、やだやだ、はい、直筆サイン入りポストカードを3種類の中からランダムで1枚プレゼントします。セナで言わな、はい、セナちゃん元気か。はい、その3、お、メンバー3人と握手ができます。はい、できます。ということでこんなに得点いっぱいなんですけども、イベント参加券は10月20日、お、20日の土曜日からもう11時より限定108万、うん、今日噛んじゃうな、めっちゃ限定180枚分の機会券を販売します。はい、そしてね、ぜひぜひ皆さん明日イベントなので来ていただけたら嬉しいなと思うんですけども。嬉しい。いや、来る人いるかな。来るよって人、来るよって人。あ、あとなんかコメントあったんですけど、通販もあるので。あ、そう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 、まあ買ってください皆さん。買えるので、ね、どこでもいつでもどこでも買えます。原宿のそれよりソラライブ来てほしい。両方来てもらおう。これ着てソラライブ来てください。あ、そうだね。あ、師匠、バイバイ師匠。ソラライブ来てほしい、ね、いつですかソラライブ。え、27にあるんだ。27、そう、27に日本工学院でね、うん、あるの。たまたま無料なの。なんかチケットないとさ、現状何人来るかっていう把握ができないからさ、確かに本当に来てくれるのか、実はすっからかんなんじゃないかっていう想像もしてるぐらい不安だからね。あのソロイベント前させてもらったんだけど、うん、その時にやっぱ何人来てるかって本当に分かんないから、うんね、マジこう入る時の緊張が半端ない、うん、そうだから来てほしい、うん、来てほしい、ぜひぜひ。友達連れてきな無料ライブだもんね。そう、無料だから来てな、ぜひぜひ。それも後ほどお話ししたいんですけども、はい、なんといってもね、10月はフォローゼズとしていろいろな場所でライブさせていただきましたね。楽しかった、本当にありがとうございます。名古屋からね、東京まで、名古屋、福岡、大阪、東京って言って ESP さんとコラボさせていただいて行ったんですけど、はい、みんなは全出演、東京、大阪、東京、うん、させていただいたんですけど、来て、あ、楽しかったってみんな、ありがとうございます。いや今回はね楽しかったよね、いろいろね。楽しかった、ね、なんかあります、こんなことあったなみたいな。ありすぎてだよね、逆にね、うん、いや、名古屋どうだった。名古屋、うん、名古屋、うん、もうみんな一番美味しいって、あ、久美さんからいただきました。ありがとうございます、嬉しい。一番ね、美味しいって言うの、みんな。って初めて知った。ラーメンが美味しいらしくて。マジで、あの行った日、はいはい、行った日に、あのさ、東方神起さんがさ、ツアーや、あ、コンサートやってたんだけど、そこで、ね、シンシンのラーメンが美味しいんですよって言ったら、もうみんなシンシンに大行列になっちゃったので、カズタパさんからタワーいただきました。ありがとうございます。あ、シンシンっていうお店があるんですね。そうそう、お店、はい、だからもう、うん、全然ね、その日行けない人が多かったらしいんだけど、でも、ちゃんと空港とか、はい、新幹線の駅にも、うんうん、シンシンのラーメンがね、セットでね、売ってるからね。売ってんだ、あの一蘭みたいなね。そう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 、はいはいはい、
ぜひね、行ったらね、買ってってほしいです。だから今日、はるくんもしんしんのラーメン食べたって言ってたんですよ。そう、それをね、そう、なんか辛ラーメンをなんか、あ、違う、辛ラーメンじゃないかなって思ったら違うんだね。あ、でもはるきは多分辛ラーメンだよ。え、嘘、ちょっと私です、しんしんのラーメンは。あ、あなたがしんしんのラーメン。はるきはしんラーメン。あ、しん、なるほどね。しんしんラーメンとしんラーメン、ちょっと、はい、わかりました。2個と1個2個と1個しんラーメンが美味しいと、のうさん、東京で、うん、あ、はいはいはい、あのね、どうでしただけ楽しかったですよ、本当にどうぞ、楽しかった。なんか駅で集合したんですけど、早くて他の人集合が、あ、そう、もう前日から、前日からいた、前の日からいたらしくて、駅に全部いたな。嘘だよ、嘘だよと思ったんですけどめっちゃ気合入ってるじゃん。いいですね、あそこの駅、アトムがいっぱいいて。え、何それ、高田のババア。そう、気づかなかった。壁にアトムの絵がある。気づかなかった。そう、あとファッションもアトムだね。あら、モア君、東京の時すごい緊張してたよねって来て。え、うん東京の時っていうか、でもいつも緊張するんですよ、大体。緊張してんの？今でも超緊張してる。モアっていうなんか緊張してるイメージ全然ない。え、今って今？今、え、今？それはないわ、それはない。なんで？え、どこに緊張してるんだ。生きてるだけで緊張するし、もう家から出た瞬間緊張する。プロ意識の塊じゃん。やばっ、鎌足り、プロ意識の鎌足り。鎌足りな。いや、楽しかったです、東京いっぱい来てくださって、ね、なんかバックステージツアーもめっちゃ人いて、うんうん、いや、嬉しかったよね。嬉しかった。それ緊張した。え、きリハは緊張した、めちゃくちゃ緊張、ドキドキした。もう全てをあらわにするってことは、だからあれめっちゃ緊張するから、もう次からなしにしてほしい。いや、でもあれじゃないですか、学生さんたちがやっぱ見たいわけじゃないですか、ね、うん、表だけじゃなくてやっぱリハもどうやってするのかなって。いいよ、裏の顔は見せないじゃない。ありがとうございました。ありがとうございました。でまたボルゼルツアーとかね、できたらね、いいよ ね、 いいね。メンバー違ったら多分皆さんすごいまた違った感じに思えたんじゃないですか、ね、私たちもすごい違う感じに思えたんで、うん、ね、人によってね、歌わりも違ったりしたしね。いや、お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。歌わり全般も全部していただいて、そう、キャプテンが。そうなんですよ、なんか本当はね、もっとみんなにね、自分の歌割りをね、配布したかったの。え、うそー、なんか、ラブハンターみたいな感じが割と。あ、ラブ、確かに、ホールゼのラブハンターすごい。そう、これで見てほしいんだけどね、うん、なんか自分がずっと今までさ、何年間も歌ってきた歌割りを、他のメンバーが歌ってるだけでね、なんか勝手に感動するの。おー、なんかもう、他の曲でもそういうことをしたい。でも、ヴァンパイアとか、あ、確かに、やってみてほしいな。他のメンバーのを見たいって自分が思ってるぐらいだから、きっとファンの子たちも思ってると思う。あ、そう、だから今後に期待っすね。そうって言っておけば、あの、なんで未来くんの歌わり歌ってんの。いや、そうだよ、もうだってもう、もうそんなことで考えて、すごい、さすがキャプテンです。いや、嬉しいな。怒らないで、怒らないで、怒らないで、今後に期待してということで、はい、これなんていうセカンド、あ、セカンドか、やば、何だと思ったの。2ラウンド、え、2ラウンドだって怖いんだけど。はい、まあいきますよ、はい、セカンドアルバム「ファンタジックショー」発売記念カウントダウンイベントがスタートします。イエーイ、いただきました。はい、なんとね、今回ね、初解禁情報があるんですよ。それこちらね、スタッフさんが書いてくれたので、ドドンって見せたいと思います。見えるかな。じゃあこれ読んでもらっていいですか、宮根さん。ね、どこが、は、初解禁はね、こことね、ここじゃあ初解禁のとこだけでいい。じゃあ初解禁のところ、まあ1個目から言ってく。10月27日土曜日、はい、18時からニコニコ本社です。はい、この日全員仮装してます。はい、で11月2日、金曜日6時半からジョル原宿さんにてフォーロゼがイベントをします。はい、未来、翼、セシル、ノアになります。そう、ここもね、初解禁なんですよ、はい、フォーロゼメンバーも、ね、これ永遠のプリズナーメンバーだ。お、
本当だ。あ、さっきのメンバーだ。はい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 。で、次の日、翌日11月3日土曜日15時と17時30分の2部制です。イオン北戸田にて。北戸田ですね。そう、埼玉県です。これ、嬉しい。扱い金です。お近い人とか、友達連れて来てください。ね、お願いします。はい、そして。そして11月9日金曜日18時30分からジョル原宿さんにてホーローゼズがイベントをします。はい、この日私欠席、はるき、翼、セナ、セシルになります。これちょっとめっちゃあのどうなるんだ、楽しみ。わー、言えます、頑張ります。試したい。やばい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 。そして11月11日ポッキーの日ですね。日曜日13時30分と16時の2部制です。モラージュ柏にて。ねえ、千葉県、これ初めて。千葉初めて。なかなかでも行く機会ないからすごい嬉しい。そして11月16日金曜日です、はい、18時30分からジョル原宿さんにてフォーローゼズイベント、はい、未来セナ、ハルキ、リーになります。お、福岡メンバー。あ、福岡メンバーだ。福岡メンバーが見れちゃいますよ。本当だね。すげえすげえ。そして翌日11月17日17日17日土曜日、うん、13時30分から、うんうん、ミレッジヴァンガード渋谷店さんにてイベントを行います。はい、そして翌日11月、ここ3日連チャンだ。16時18時って金土日ですね、はいはいはい、13時30分からと16時の2部制ヴィーナスフォートか教会広場にて。うれしい。教会広場めっちゃ好き、はい、いいよね、やったー、やったー。まだまだあるんですよ今日は、ね、はい、スタート。じゃあノアさん、ノアさん、はい、読みます。はい、はい、11月27日火曜日18時半からこっちかな、あ、 HMV 渋谷店さん、ここはるくんの生誕祭です。ハッピーバースデー。やったー。もうこれ台湾から帰ってきてますね、これ。そうだね。で、次の日28日水曜日発売日です。ありがとうございます。やったー。18時半からニコニコ本社さんにてあります。はい、で次の日29日木曜日同じ18時半からタワレコ新宿店さん、はい、あ、なんだっけ、フラッグの中に入ってるやつですね。来てください皆さん。はい、お願いします。次の日30日金曜日18時半から、あ、名古屋だ、サンシャインサンさん。この前の名古屋フォローでやったとこ、やったやった。これ次の日かな、はい、1日12月1日土曜日14時と17時、うんうん、西宮ガーデンズさん、あ、これ初解禁です、ね、初解禁です。嬉しい。2連チャン、そう、雨なんだよね。そう、次こそはね、次こそはやりたいよね。今回は中ができないらしい。逆に、じゃあ雨とか降ったらもう中止みたいな。いや、もうこれは兵庫行った意味、晴れ、めっちゃテルテルポーズ作ろう。テルテルもうね、テルテルになりたい。人をつろう、人をつろう。翼くん、翼くん撮ってくれるかな。はい、次、はい、この日12月2日日曜日、これリリーブ最後、うんうんうん、13時半と16時の2部制で午前に池袋のニコニコ本社さん、はい、これでフィナーレを迎えますということで、お、なんかこの後21時に公式ホームページに、はい、ちょっと読めないけど、うん、今言った多分やつが発表されるので、はいはいはい、9時になったら公式ホームページ見てください、はい、もう、ね、すぐだね。そう、9時にね、いっぱいね、はい、あの発表することあるんで、ぜひぜひ、はい、出るので、うん、9時になったら公式ホームページに貼り付いてください。はい、なんか商品の詳細とかね、そんなのも、あとライブ DVD の収録曲とか、あら、なんか、あら、詳細が出るらしいので、この間のアンコール公演のやつが、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、あとね、27日にさっきみらいくんがあのハロウィンイベントしますよって言ったんですけど、皆さんね、あのツイッターでフーパーズハロウィンっていうハッシュタグでね、みんなツイートしてくれて、本当に皆さんの参考にさせてもらいました。ありがとうございました。はい、ということでね、今日はね、そのみんながやるコスプレのヒントを出したいなと思うんですけど、ヒントっていうか、ヒントっていうか、ヒントっていうか、まあヒントなんですけど、まあヒントなんですけどね。いいですか、出しちゃって、はい、行きましょう。5、4、3、2、1、どうも、テレン、
見える？わかった？どう？みんなどう？ヒント見える？さあこんな感じなんですけども、はい、答えわかった？わかる？わかんない、まあ、画質が悪いと。画質あの右上の点々点々点々を押していただくと画質が良くなるそうですよ。なんとも言え、ちなみにあのこれ書いてくれたのがあの平野マネージャーさん、はい、平野ちゃんが書いてた、書いてくれました。はい、まあこんな感じで、はい、もう終わり、ツイッターとかにも上がるかなこれの感じで、答えは27日に来て皆さん答え合わせしてみてください、はいはいはい。そして27日の、ね、前にさっきみらい君が言ってたんですけども、はい、みらい君が日本工学院専門学校学園祭第53回蒲田祭に、蒲田祭り、蒲田祭に出演します。してほしい。いやもうぜひ、この日、ね、この日ね、あの初の構成でギター1本で、いやすごいよ、アコースティック、アコースティック、そうアコースティックでお届けしたいと思います。ピアノがいないそのギターと、なんでピアノおらんねん、なんでおらんねん先生なんだよ、先生なんだよ、ピアノの金沢先生、日本工学院のもう今もなお教えてる先生なのに、あの人なんか島行っちゃったからそうなんだそう、まあ、ライブでなんだけど、ライブで島行っちゃってるからね、ほんとすいませんみたいな先生と二人で一緒にただいまってやりたかったのにね、できないんですよ、これショックだけど、でもあのギターの上塚さんが頑張ってくれるので、そのなんか新しいいつもと違うサウンドをねまた聞きに来てください、ぜひお願いします。イエーイ、来てほしい。いやこれもう一日もうあれだよ、フーパーズずくめで、いや本当そう、そうそうそう、もう鎌田さん行ってからその後もう私と一緒にニコニコ本社行きましょう。いやもう本当にそれが素晴らしい一日、それで行きましょう。いいですね、いいですね、はい、はい、そして28日東京工芸大学第51回工芸祭になんとフーパーズ出演します。ありがとうございます、ありがとうございます。この日もねあの無料で、うん、あれですよね、ライブさせていただくんですけど、あの6人での出演に、せな君が、はい、あのお仕事であれなんですけども、頑張ってます、頑張り、今リハめちゃめちゃ頑張ってます、頑張ってます。これ多分すごい、どこまで行っていいか分かんないけど豪華なんじゃないですか、超豪華超豪華なんじゃないか、ぜひ皆さんいらしてください。そしてねこの日あの28日ってフッパーの日じゃないですか、あそうだ、のフーパーズの日なんですけど、この日なんとねアルバムのトレーラー動画を、えなんだ、はい、あの今回出すねアルバムのなんとトレーラー動画をね配信するみたいなので、皆さんぜひフーパーズの日もチェックよろしくお願いします。見てね、はい、ということでね、いっぱいあったんですけど、皆さん情報追いついてるかな。あと11月10日に未来ソロライブやります。あ、そうじゃん、代官山ループさんにて、なんかチケットがさすぐ売り切れちゃったらしいんだけど、うんうんうん、でもなんかすごいさあのキャンセルする人とかいるわけ、マジで意味が分かんないんだけどとか言ってなんかいっぱい発見してさ払わない人とか、なんか分かんない、これ悪口かな、分かんないけど、うん、なんか、うん、キャンセルが出て余ってたりするわけですよ、はいはいはい、だから、あ買えなかったって諦めないでほしいの、結構定期的にチェックしてね、きっとあると思うんですよ、と時々見ると奇跡が起こるかもしれない、増えてたりするから、うんうん、ぜひ諦めないで、買えなかったって諦めないで買ってください。ぜひこの日、なんだっけ、代官山ループさん10周年だっけ、あ、そうなんだ、そう、なんかアニバーサリーなんですよ、10周年記念の、そう、すごいね、大切な日をね、あのぜひ未来さんにって言っていただけたので、うそう、リリーさよならさんとのツーマンライブになります、ぜひ、いやすごい、お越しください、行きたい、絶対後悔させないので、遠くからも来てください、おはい、ぜひ皆さんいらしてください、お願いします、いけないみたいなリップもコメントもいらないですずっと言ってますけど、はい、こんな感じで、あ、そうだ、あとね11月24日から台湾に、やったー、行かせていただきます、すごい、フーパーズ海外嬉しいよ、嬉しすぎて頑張っちゃう、24日はね台湾でイベントさせていただいて、はい、20
5日にワンマンライブを、タピオカタピオカ、海外で初めてなんですよ、ワンマンライブ楽しい、させていただくの、ね、台湾ね、行きやすいんだってね、そうそうそう、台湾が、そうなんです、ね、九州行くより安いし近いって、飛行機時間もさ、そんな長くなかったよ、そう、2時間ぐらい、あでも私寝てたら多分本当に一瞬で着いた、2分とかで着いた、あ寝てたら2分で着くそうなので皆さんあのぜひ、すごかったんだよこの話していい、うんうん、いいよ、なんかもうめっちゃね寝てたの飛行機で、はいはいはい、寝ててでご飯は食べたいってずっと言ってたのね、うんうん、機内食大好き人間だから、うん、ご飯めっちゃ食べたくて、うん、そうそうで、ね、でもなんかCA さんが起こしてくれて、ね、ご飯の時に、はいはいはい、なんかすいませんみたいな、うんうん、起こしてくれてるんだけどずっと寝てて、うんうん、なんかあれみたいな、死んでるんじゃないみたいになって、なんかもうすいませんみたいな、なんか全然起きなくてマジ で CA さん2人がかりで来て、はいはいはい、なんかもう頭とかもこうやって揺らして嘘、そうもううわーみたいななってんのに、もうずっと寝てて、うん、多分死んでるじゃん、うん、でなんかしたらあのマネージャーの FO さんが後ろから来て頭思いっきり壊して叩いてのえみたいな、何ですか、もう着きましたかぐらいの感じで、したらもうご飯あって食べて、まず一瞬で食べて瞬くしたら着いた、あー、タイムタイムね、そうなるほどね、はい、めっちゃ近いじゃん、めっちゃ近かった、ご飯食べたら着いた、すごい、え、てかまず起きない、すごいな、すごい、ね、本当に起きないんだって、起きないんだって飛行機の中で、でそんだけあれ心地いい、あそう心地いいです、ね、空の旅ができる、おすすめです、起きれないぐらいの睡眠が味わえます、ぜひ皆さんお待ちしております、とても楽しい、とても楽しいです、とても楽しい、はい、そんな感じかな、うん、ね、楽しかったね、はい、楽しかった、じゃあそんな台湾の楽しみだなってなったところで、はい、いきなりですが、ここからはあのなんか回します、皆さん、わはい、こんな企画で盛り上がりたいと思います、題してファッション知ったかぶりクイズ、イエーイ、私はファッション詳しくないですよ、セシも詳しくない、私もわかんない、やばかんない、そういうことで明日はドラッグハニー原宿本店さんでのイベントがあるということで、はい、あのなんかその予習をしましょうということで、ファッションにちなんだクイズをやりましょう、はい、皆さんやります、はい、じゃあクイズの、はい、ルール説明します、え、ノアルール説明とかしてくれるようになったの、はい、できます、お、やったいい子いい子、まず1人が1人がクイズの回答者で、あとの2人がクイズの出題者です、はい、はい、クイズは3択になってて、うん、問題文を発表した後に出題者の2人がそれぞれ答え1と答え2が書いてある紙を読み上げて解説してくれます、はい、で2人の出題者のうちどちらかが言ってることが正解でどっちかが言ってることが嘘、何そう、どっちかが知ったかぶりで、はい、もう、全然違うこと言ってますみたいな、はい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 、でその場合とどっちか本当でどっちが嘘の場合と、うん、どっちも嘘の答えを言ってるっていう場合があります、なるほど、でね、ダウトみたいなね、そう、はい、ダウト知ってます皆さん、ダウトみたいな、でもコメントでもうダウトみたいなものをみたいな来てるね、あダウト知ってるんだ、うん、みんな知ってるって、はい、そのそれをね、あの一人が見抜くというゲームです、うん、放送をご覧のみんなは意見をコメントしたり、途中でね、みんなの投票で意見を聞くこともあるので一緒に、やばなんかすごい面白いじゃんそれ、あの皆さんやってください、ただミライ君にめちゃめちゃ勝ってほしいって思ってちょっとネットとかで答えを調べちゃうとちょっと私たち努力が水の泡になっちゃうので答えを調べたりするのはなしで、皆さん地頭で考えてください、地頭で、地頭で、わかりました、わかりました、わかりました、なんとなく、はい、じゃあ早速意気込みとかありますか意気込みですか、そう意気込み聞いてみましょう、あんまり理解できてないけど頑張りますやってみたらでも分かるかもしれないからね、まずやってみて掴んでいきたいなと思ってます、はい、じゃあ最初に答える人一人決めます、はい、したらあじゃあ先答える、あじゃあ答えて、okay、この2人が出題者に、うん、赤い2人が出題者に、そうどっちかか選ぶかどっちも嘘か、はい、ってことだよね、そうです、 OKOK、 ででん、おあ1個目の
問題文です。こちら、洋服のパーカー、名前の由来は何でしょう。パーカーの名前の由来。どういうこと。あ、もう全然わかんない。はい、ありがとうございます。え、何これ、洋服のパーカー、はい、パーカー、ちょっと見ちゃダメなんですよ。そうです、あ、で見てもいいんだ。あ、じゃあこれ、これ持って見て、ずっとはい、皆さんもわかりますか、はい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 、パーカーの名前の由来、じゃあ丸1から、私はわかりません、はい、今やったやつ言います。パーカーの由来は、うん、アメリカ合衆国にあったおもちゃやゲームの世界有数のメーカーで、うん、ボードゲームのモノポリーの初代発売元としても知られるパーカーブラザーズという会社のおもちゃ屋の店員さんがスーツではなく子供たちに親しみやすい可愛いフード付きの服を制服として採用したことがきっかけで、それでパーカーっていう呼び名が広まった説が有力だと言われています。いや、いい大人ですよ、こういうのは子供がね、親しみやすいようにかわいい服を着て、おもちゃ屋さんですからね、いっぱい子供来るんで、そういう風にしてパーカーっていう名前になったらしいです。いや、違う、こういうのえ、なんで2番いきますよ2番いきますよ、はい、パーカーの由来はアメリカ合衆国のテキサス州にあるパーカー郡という場所で働いていた労働者たちが頭を守る帽子がついた服を作業服として着ていたことから広まった説が有力だと言われています。あ、なるほど、あのパーカー郡っていう場所があって、そこにいた労働者たちが、同じこと言ってるけど、頭を守る帽子がついた服を作業服、2回繰り返してる大事な服だと言われて、横アメリカ、ね、うん、ね、え、カリフォルニアだっけ、え、ちょ、違う、テキサスだっけ、テキサス、あ、それ書いてないんだ、アメリカ合衆国の、あ、うん、皆さんはどう思いますか。あ、これどっちも嘘ってこともあるのか。そうそうそう、丸一、投票とか取ります、投票やってみる、早速やってみましょうか。じゃあ1番がノアの説が正解だと思う人は1番、で2番はセシルの、そう、セシル君の説が正解だと思う人は2番、で3番がどっちも嘘だと思った人、はい、です、いきます、よーい、はい、スタート、てってってってるってってって、私はセシル、難しい、セシル、おもちゃ屋さんでしょ、おもちゃ屋さん、うん、なんかおもちゃ屋さん、いや、わかんない、なんか勝手なイメージだけど、ワイシャツを着ていそう、あー、アメリカのおもちゃ屋さん、おもちゃっていうイメージなだけだけどね、まあ、確かにしっかりしたワイシャツに蝶ネクタイとかしてたら可愛いって勝手に思う、あ、確かに、そっかそっか、もうわかんないですね、みんなも、これは締め切るのはいつぐらい、もう締め切っていいかな、じゃあせーの、締め切り、カン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 、おお、2が多い、2番、2、3、1の順ノア一番信じられてないじゃん嘘ばっかついてるからすごい、え、じゃあ答え言っていいですか、これは誰が知ってるの、あ、そっか、じゃあ、じゃあ未来さん、うん、どうぞ、セシルが本当、正解はドゥルルルルルルで、正解じゃないです、嘘です、ちなみにノアのも嘘です、うわ、そうなの、そうなの、正解だと思ってた、いや、とてもこれに納得させられようとしてた、2回目読んだぐらいそうなんだとか言って、え、待って、答え出てきた、答えがパーカーの語源はイヌイットやロシア北部で使われるネネツ語で、動物の毛皮で作った上着という意味のパルカのデザインを元にして作られたことからパーカーと呼ぶようになった。え、待って、セシさんを信じた理由は 何ですか、え、でも労働者だから結構いろんな人がなんか、そう、なんか頭を守る帽子がついた服っていうのがありえそうって思ったね。確かに、ね、小学校の頃とかさ、うん、地震のなんか、うん、あれの日、防災頭巾みたいな、そう、
なんかあったよねイメージ、パーカーで来なきゃみたいな。ハッカってなんだ。テキサス州とかなんか制限してきた。あそっか確かにすごい、なんかアメリカ行った時、そこら辺めっちゃパーカーあったんだもんだって。そっか、あなんかアメリカ知ってる人だこの人。アメリカ知ってる人だ。あ、なるほどね。アメリカの人だ。動物の毛皮？あ、そうなんだ。カパルカ。へえ。ねねつごとは。ねね。すごい。なんか頭良くなりそう。なりそう。え、楽しい楽しい。次聞いて。次。誰が答えます？え、じゃあセーシルが答えます。はい。行きましょう。はい。はい。なんだ。ダラン。ダラン。うわ、何これ？ペイズリー柄のペイズリーとは何のことでしょうか？バンダナとかに。ペイズリー柄ってこれってこと今知ったよって。それはありがとうございます。おしゃれさんやないね。だからおしゃれさんやない言ってるやん。おしゃれさんやない。おしゃれ屋さんやないぐらいにこれ頑張ったんやデザインセシ。皆さん。じゃあマルチ。青緑が。はい。マルチ読みます。はい。名前の由来は、はい、19世紀にスコットランドにあるペイズリー市っていうところでこの柄の織物の生産が盛んだったことから、この名前が定着したと言われています。へえ、そうペイズリー市っていうところがあるらしいです。なんか信じたいね、うん、地名が出ちゃうとなんか地名が出ると ね、そうだってよく言うじゃん、京友禅とか京都で作ったから京都みたいな。ありそう。じゃあ2番、はい、どうぞ。名前の由来は19世紀にフランスに渡ったインドのお坊さんペイズリーが広めたとされていて、神様の祭壇に飾る布の一部にこの柄が使われていたことから、うん、ヨーロッパでペイズリーという名前で定着したと言われています。むずっ、名前使っちゃったんだもう。しかもさ、ペイズリーさんってインド人ってペイズリーさんいるの？ペイさんいる？インド人に。でもいるってことなんじゃん。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 ペイさん。でもこのインドの伝わったのがヨーロッパに伝わったってことでしょ。そうそう。でノアノは元々もいたってことでしょ？ペイズリー。何のペイズリー氏？ペイズリー氏、スコットランドのペイズリー氏で、こういう織物があったらしい。どっちも嘘っぽい。さっきみたいな場合も。あ、逆にね。逆じゃねえかも。逆。どっちだろう。ペイズリー。ペイズリーさん。男かな。でもこれでペイズリーさんだった場合、セシはもう一生覚えると思うこれ。どうしよっかな。いやでもな、これ当てに行きたいな。うん、当てたぶん1だと思う。めっちゃチーンってするやん。皆さんどう？どっちも違う？アンケート取んないの？アンケート取っていいのかな？また取る。じゃあアンケート、じゃあ、はい、1番がノアの説、はい、2番がミライくんの説、はい、で3番がどっちも嘘。どっちも嘘。はい、いきます、よーいスタート。すごい、スタートって言ったらすぐできるのすごい、うん、魔法をかけてるね私たち。あ、でも3番、あの 1? お、1番が多い？ペイズリー、ペイズリーさんって、え、待って、あての知ってるインド人いるか、いないわ、なんか今までの歴史上人物とかで。逆にペイズリー知らないの？え、ちょっと待って、どういうこと？ペイズリー知ってるの？あなた有名な人だと思う。ちょっとやばい、どうしよう。じゃあ終了しますか。はい、終了でるん。いやもう圧倒、あ、え、でもそんなことない。いや半数、まあ、1番が多くて、うん、下が半々、うん、いやこのでもセシ1番だな多分。はい、はい、ペイズリー氏です。はい、1番いきます。はい、ピンポーン。わーっしゅくそー、誰やねんペイズリー。ペイズリーって誰やねん。誰やねん。ペイズリー氏のペイズリーさんが考えたかもしれない。ペイズリー、これペイズリー氏、あ、違う、ペイズリー氏、ペイズリー氏、ペイズリー氏、そうなんだ。すごい。てかこのからみんなさっき青緑色
柄とか言ってたけど。青みだろってこんなんだったっけ。緑虫じゃないの。ゾウリムシじゃない。あ、ゾウリグソ。ゾウリグソ細胞細胞ゾウリグソ。いやでも学びました。なるほど、スコットランド初なんですね、この柄は。いいね、楽しそう。はい、わかりました。ありがとうございます。なんか可愛い子いる。じゃあ次の答えていいですか。はい、どうぞ。テレン。頭につけるカチューシャ、実はカチューシャと呼ぶのは日本だけです。ではその理由は何でしょう。そうなの？可愛い。これ読売ランドだ。アップにしちゃってください。これ可愛い、なんで？アホみたいなことしてる。読売ランド？読売ランド。読売ランド。行ってみたいんだよな。ハルキちゃんと。ハルキちゃん。やだ、それより読売ラン行きたい。え、綺麗。見てこのイルミネーション、みんな。ここ。いいな。読売ランピューロランドと近いんですよね。え、そう。あ、近い。駅の隣みたいな。そうね。歩けるみたいな。一番から。はい、どうぞ。私か、はい。カチューシャの由来は大正時代に主人公の女性の名前がカチューシャという演劇が大人気となり、その主人公カチューシャ役の女優さんがつけていたヘアバンドをカチューシャと呼ぶようになったという説が有力だと言われています。 ありそう。ナターシャみたいなやつあるみたいな。ナーチャみたいな。どうぞ2番。はい、2番。大正時代に貴族に仕える使用人の女性がつけていたヘアバンドのことを漢字で家の中のものと書いて、使用人を指すカチューシャがつけるものということで、カチューシャ用の髪飾りが大衆、いろんな人にね、大衆に広まってカチューシャと呼ぶようになったという説が有力だと言われています。ありそう。洒落てるな。洒落てる。これどっちも本当。どっちも本当ある。どっちも本当の場合ある。うん、そんな場合どっちだと思いますか。でも昔の日本人は漢字で書いて読むのやりそう。やってた気がする、でもね、カチューシャ、カチューシャって舞台出たこれ。めっちゃ有名だった。え、これあれ歴史の本とかにも載ってた。え、そうなの？これは分かったわ。これは分かってたみたいなとか。分かってたね。カチューシャ。え、これ分かんないって、これからディズニーで歌手つけれない。カチューシャ。カシューちゃん、カシューちゃん、入れないんだけど。え、マジみんななんだと思うの？カチューシャ。え、そう、そのカチューシャっていう字がさ、ありそうなんだよね。カチューシャかぶりながら、かぶりながら、むずい。みんな割れてるんだよな、微妙に。じゃこれメイド、メイド、メイド。どっちも嘘っぽい。いや、あるんだよな。両方本当だよ、でも。あ、両方だ。え？これ、両方嘘。で、やんなくて大丈夫？やる。やる？3回目。みんな忙しいだろうけど。1番、本当だと思う人1番。2番の人。3番は両方嘘だと思う人。はい、よーい。スタート。え、ほんと魔法のようにかかってる。すごい。大丈夫？魔法だな。え、両方？え、嘘だとしたら怖いよね。怖い。怖い。なんだろう。でも青と赤。ああ、一番も多いな。めっちゃ割れてる。いきます。つか多いな。よーい、ストップ。てれん。よーい、ストップ。よーい、ストップ。うわ、おー！ 4 割。3割ぐらい。あ、10になった今。4、3、3なったね。え、2番が多いの？この2番、みんな信じる。3番、1番っていうあれなんですけど、なおさんは2、3、1かな。奇跡を起こしてみせる。え、じゃあみんなを信じて 2番。2番でいきますか、うん、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーでーん、これは嘘でーす。
チューシャの由来は大正時代に主人公の女性の名前がカチューシャっていう、ねうん、名前の女の子っていうの演劇が大人気となって、その主人公カチューシャ役の女優さんがつけていたヘアバンドをカチューシャと呼ぶようになったという説が有力だと言われています。そうなんだ、へえ、なんかさ外国っぽい言葉なのに日本だけしか呼ばないってなんか独特だね。もう知らなかった。え、なんで知ってたんだ。知ってたの？いや知らないね。え、これ面白いわ、勉強になるわ。え、すごい、そうなの。みんな、みんな騙されたの、みんなちょっと知らなかった。疑ってみたって。飛ぶってたわ昔の人。え、でもさ、すごいさ、わて思うの、平安時代に被ってたなんかこんなやつしかわかんないんだけど。羽がついてる。この羽とかついてる。カチューシャは、そうなの？え、でもなんかみんなあれだよ、大正ロマンとかってさ、うん、ヘアバンドとか結構しがちあるよね、うん、え、嘘にしか聞こえなかったの、うん、あそう、あのどれだけ嘘を本当っぽく言うかと、そうっていう勝負でもあるから、これそうだよね、その人がカチューシャじゃなかったらさ、これはカチューシャと呼ばなかったかもしれない。まあそうだね、ナージャだったらナージャだった、ナージャだった、はぁ、すごいな、楽しかった、歴史を感じ、あ、タワーを、あ、キミヤさん、キミヤさん、タワーキミヤさん、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、これあと1回ぐらいできるかな、もはや先にそうだね、大事な、そうですね、はい、とりあえずでは楽しかったので、またしたいですね、これ、はい、楽しかったので、チェキのねプレゼントのランキングを締め切らせていただきたいと思います、ここでね、じゃあいきますよ、3、2、1、締め切り、皆さんありがとうございました、はい、ということで改めてザ・フーパーズからのお知らせを、じゃあさっきのあれで行こうかしらね、これかな、これかな、これすごい分かりやすいので、はい、こんな感じに、これどうやって撮る、こうやってこう、あ、はい、1個目でーす、スクショしない、スクショしたらいけるね、はい、せーの、カシャ、カシャ、はい、次、はい、カシャ、はい、スクショしない、はい、こちらはねいろいろ、せーの、ジョルとかで初解禁になってますので、フォローズメンバーもよろしくお願いします、はい、そしてこちらの方はね、あのもうリリーベが始まっていまして、はい、こちらのさっきのあの北戸田も初解禁でしたけど、こちらの西宮ガーデンズさんも本日初解禁ですので、皆さんよろしくお願いします、はい、とあと最後に12月2日日曜日にニコニコ本州さんでイベントさせていただくいただくので、恋ゴロゴロよろしくお願いします、はい、近辺ではね明日に、はい、この3人で原宿店さんのねドラッグハニーさんで18時からイベントさせていただくので、ぜひ皆さんパーカーを一緒に着て行きましょう、皆さん、ね、一緒に握手して、かわいい、ぜひぜひ、本当に嬉しいよね、こうやってコラボさせていただけるのね、嬉しい、かわいい、ぜひぜひ秋に備えて、もう秋なんですけど、もう一枚で、そう、もう冬ですけど、皆さんぜひ、はい、買ってください、よろしくお願いします、そして28もねイベントあるので、はい、皆さんぜひよろしくお願いします、詳しくはね、あのザ・フーパーズの公式ホームページや公式ツイッターをチェックよろしくお願いします、はい、では、はい、ランキングを発表したいと思います、今からお呼びした上位の3名の方にはこの2人で取ったチェキにサインを入れて、あ、4人、そっか、今日4人にあのプレゼントを、はい、チェキに4人で取ったチェキ、あ、4人で取ったチェキを3人にプレゼントしたいと思います、ちなみにランキングが変動していても今からお呼びするのは先ほどランキングを締め切った時の順位になりますので、ご了承ください、それでは3位の方から発表していきたいと思います、3位、クミさん、おめでとうございます、クミさん、ありがとう、ありがとう、そして2位、ミントさん、ミントさん、ありがとう、そして1位は、今が旬さん、今が旬、今が旬、今が旬、
シュン。ありがとうございます。以上の3名の皆さんはショールームにログインした状態でトップページのお問い合わせから自分の ID とザ・フーパーズのチェキ当たりましたと書いて送ってください。プレゼントが手元に届くまで今のニックネームは変えないようによろしくお願いします。そして絶対に今から30日以内にお問い合わせまでにご連絡をください。30日を過ぎてしまうとせっかくの当選がね無効になってしまうのでご連絡よろしくお願いします。はい、今日はいっぱい盛りだくさんな一日だったんですけども皆さんどうでしたか。天使でした。あ、もう一問いいんですか。じゃあさ、じゃあこれはじゃあ皆さんもう一回いきます。はい、答える行きましょうか。じゃあ最後に1問いきたいと。え、何これ。あ、いきます。プリーツ、ひだがついてないふんわりとしたスカート、フレアスカートはのフレアとはどんな意味でしょうか。どういうこと。お、これドラフカンディさんのやつ、かわいい。はい、プリーツ、ひだがついてふんわりとしたスカートの、これ聞かないでも説明できたらかっこいいのにね。マッシャミそれこそマッシャミだそれこそファッションリーダー、ファッションリーダー、ファッションリーダー。はい、いきます。1番、はい、フレアスカートのフレアはスカートが波打つように揺れる様子と、これからの時代の女性は自ら輝く太陽であるべきという理由で、太陽で起こっている爆発現象のことを指すフレアですね、あの爆発した、これを由来にしたって言われてます。すごい、そんなロマンチックな名前の付け方があるんだって。そうそうそう。はい、2番、信じる。かわいい。信じたい。かわいい。2番いきますよ。はい。フレアスカートのフレアは、はい、朝の朝顔、あ、違う。朝の朝顔。フレアスカートのフレアは花の朝顔の形に開く。という意味でフレアスカートの丸い広がり方がまるで朝顔が咲いた姿に似ていることから名付けられたと言われています。朝顔ってフレアって言うんですか。で、いや、フレアスカートのフレアがその朝顔の形に開くという意味で、そう、丸い広がり方をまるで朝顔が咲いた形に似ているからそのフレアって名付けられた。あ、そうか、フレアって意味なのかな。言うんですかって聞いた。あ、そういうことか。わかんない。らしい。そうなの。まあ、確かにあのスカートがファーって開いた時、はいはいはい、はい、丸い感じ、ファーってあー、はいはい、したら朝顔や、ね、じゃ朝顔だね。じゃあ朝顔だね。これは1、2、1、そう、3番。どっちも嘘。いや、1、硬いな。硬い。信じる。信じてくれた、うん、すごい。いや、こっちかもしれない。なんかそれにしたい、それが嘘でもそれにする、それ広める人に。これから私が嘘だって。朝顔、朝顔も綺麗じゃん、ほら。でも朝顔はフレアって呼ばない、私は言わないでしょ。フレアフレグランスとか言うから。だから太陽なのかなって思わない。太陽のような香り、うん、そうなの。お日様の香りっていうじゃん、柔軟剤。ひだまり、うん、ひだまり、ひだまり、ひまわり、ひまわり。お花って意味かも。え、何なのかも。え、お花って意味か。フレア、皆さんどう思いますか。一番はいいですよ。太陽のやつフレアって言うんだっけ、あれ。お、4000人超えてるって。今日コロナ、ありがとう、ありがとう。4000人が超えてる。4112人。嬉しい。4000人。あ、でもコロナもある。コロナ、コロナ、コロナスカート。お菓子ですか。太陽だったらコロネ。あ、コロネか。コロン。あ、コロン、コロン、コロン中に詰まってる。そう、コロン、あれ大好き。コロナ一、素敵、素敵ですよね、うん、素敵だから1がいい。はい、皆さん聞いてみます。じゃあ聞く。はい、1番だと思う人は1番、2番だと思う人は2番、両方嘘だって思う人は3番です。あ、よーい、スタート。バー、いや、これすごい。人間の言葉だけで機械がこうやってこうやっていくのすごい、本当に。なるほど、そう、全てを操っている。知らなかったでしょ。
全部スタッフさんが。すごい天才、はい、スタッフさんが天才だった。3、2、1、終了。はい、え、ちょっと待って、なんで2が一番これなの。1、3、4、あ、違う、1、3、2。嘘、これ先生て1が6割占めてるんですよ。これはもう1だ。うん、それでいいと思う。1でいい、嘘でもいいから1にしよう。1でした。イエーイ。いやいやいや、答え合わせしましょう。答え合わせをしましょう。1番、あ、じゃあ、うん、揺るぎないですか、答えに。1番です。はい、はい、ファイナルアンサー。1番は嘘です。はい、本当は2番です。それも嘘だと思ってた。はい、じゃあもう一回読みますよ。フレアスカートのフレアは花の朝顔の形に開くという意味で、フレアスカートの丸い広がり方がまるで朝顔が咲いた姿に似ていることから名付けられたと言われています。え、メラメラ燃える揺れる朝顔型にフレア、フレアになっている。朝顔型になるっていうことがフレア。なるほどなるほど。じゃあ朝顔じゃなくて朝顔の形になってますよっていうのがフレアって意味っていうのを私がそう説明すればいいですね。って意味らしいです、信じない。なんで、え、こっち何だったっけ。それでもなお信じない、信じない。これちょっと見せて、これ見てください。それっぽいこと書いてるんですよね。え、これがいい。あ、すごい素敵な、こう広めたい。確かに、ちょうどハイカラさん見に行った時言ってた、これからの時代の女性は自ら輝く太陽であるべきって言ってた。じゃあこれが本当だ。そう、大正時代に言ってた。じゃあこれだよ。じゃあこれ、じゃあこれとこれ合わせたやつだね。形と、まあ、内容じゃこっちにしよう。内容こっち、うん、形はこっちにして内容こっちに、うん、ああ分かった。そう、私たち流にしよう。そうだ、はい、それがいい。それで決着ついたの。かわいい、いいね。フレアスカートかわいい。みんな履いてきてください、うん、フレア好き。タイトよりフレアが好き。ふわってして森ガールってやつもフレア。あ、わかんない、森ガールさんによるんじゃないですか。あ、そっか、わかりました。ちょっと勉強不足で、森ガールさんに。各森ガールさんに、はい。楽しい、こういうの楽しい。楽しかった、楽しい、やりたい、ほんと。え、しましょうよ、また ね、早押しクイズやりたい。あ、やりたい。やんなかったんだっけ。だ、福岡の夜にみんなでやったの、早押しクイズ。そう、早押しクイズっていうか、もう夜ご飯みんなで食べてる時、マネージャーさんが読んでて、もうなんとかなんとか、あ、はいみたいな、答えるのをやってて、めちゃくそ楽しくて、マジで全然終われなかったからね。それみんなでやりたい。あの、これをピンポンをやしてやりたい。ピンポンやったら楽しいと思う。いいね、いいな。いや、楽しかった。はい、そうやりたい。じゃあ、そっか、そうですね。なので皆さん今からスクショタイムをしてからしたいと思うんですけど、しましょうか。皆さんありがとう、スクショ嬉しいってね。あ、スクショ欲しい、なるほど。あ、遅れて、せっかくなのでね。はい、はい、じゃあタイムを設けましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いい、これ、これかわいいわ。次のやつはもう、おいおい、次のやつは、そうですね、11月8日8日、木曜日のね、あの、翼師匠の独演会が8時から放送予定なので、はい、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。ということで、スクショタイム10秒間いきたいと思います。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、あー、ゆうつき、ゼロー、まったねー。はい、ということで明日イベントするので、はい、原宿にみんな6時に集合です。そしたら以上、ザ・グルーパーズのセシルと未来とノアでした。ありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。